やあ、せつなきゅうすけだよ。来ました。まさかさ、女の子の方が、レートはな。だってさ、スタート画面でこんなにドーンって映されたら、こっちの方が悪に見えるやろ。でもそういう手法を持ってくるとかさ、本当腕がいいよな、作者さんは。さあ、退治。テル君が到着するまで耐えろってことか、これ。テルが到着するまで時間を稼いでください。星野リナにバレるとゲームオーバーになります。どういう感じのやつこれ。な、これ。クエスチョン。あ、質問でどうにか避けていくんじゃ、襲ってくるんから。パーソナルの部分を聞いたり、どうにか、思いとどまらせようとしたりとか、そういう感じのやつやな。まあ、とりあえず吸血鬼になった経緯を聞きたいな、なんとなく。ニーナちゃんはいつ吸血鬼になったの？初めは吸血鬼じゃなかったんでしょ？わかんないよ。普通人間として生きてきたけど、いつからか血を吸う衝動に耐えられなくなったんだもん。誰かに血を吸われて吸血鬼になったの？それもわかんない。私が血を吸っても相手は吸血鬼にならないもん。吸血鬼が感染するのか、私はわからないの。そうなの？わ、悲しいな。これは悲しいわ。敵だとしてもどうにか助けてあげたいタイプのやつじゃ。血を吸った子はどこにいたの？ニーナちゃんが血を吸った子はどうなったの？夢の中に隠したよ。わあ、ユリさんと同じ感じのやつじゃ。夢めっちゃ便利。そんなこと言っちゃダメやけど。知っての通り、私は自由に夢を作れるの。私が血を吸うと、相手はカラカラに干からびちゃうんだよ。だって、ずっと我慢し続けて、血を吸うんだもん、吸いすぎちゃうよね。でも、本当はこんなことしたくないんだよ。殺したくなんてないんだよ。ニーナちゃん。え、どうする？急に言われてもよくわからないようなのか。アイドルの夢を諦めてしまうのか、本当に。本当に諦めちゃうのか、お前は。Never give up! Never give up! ニーナちゃん、アイドルの夢は諦めちゃうの？せっかく人気が出てきたところだったんでしょ？だって、仕方ないよ。今までもそうだったの。本当は諦めたくないけど、血を吸う衝動だけはどうしても我慢できなくなっちゃうんだもん。きっとこれからもずっとこの苦しみは変わらないんだよ。ニーナちゃん、本当はニーナちゃんも。え、なんでこのタイミング、こう流れ、なんで急に言われてもよくわからないよってなるんや。おかしい。なんかおかしい順番になってしもうた。おかしい順番になってもうた。そんなこと急に言われてもよ、私よくわからないよ。別に分かんなくてもいいよ。だってルナちゃんはここで死んじゃうんだから。あ、え、失敗したパターン、これ失敗したパターンっぽい感じになってる。それじゃあいただきまーす。待て、来た救急選手。誰？この声はアンパンマン。違うよ、ドリームリンク。この絵、GTO かな？なんか GTO だな。鬼塚が来た感じになってるね。なんか 大丈夫か、ルナ。変態盗撮野郎はどこだ？ああ、お兄ちゃん！じゃ、そりゃ、そうなるわ。敵を間違えてる！違うよ、お兄ちゃん！敵は吸血鬼だよ。ニーナちゃんが吸血鬼だったの。なんだって？お前が吸血鬼か。ということは、お前が弓を作ったんだな。そうだよ。こっちのかっこいいお兄さんも一緒に血を吸ってあげるにゃ。テンペロ、うわあ！ 吸血鬼、そんな能力ないだろ！ おい！
ジオングかお前は。ガンダムに出てくるジオングかお前。黒いわ普通に。あはははじゃないよ。いや、あはじゃねえ、普通に。おい、何がバーサス。バーサス。星の2なんやねん、お前。首が飛んだ。吸血鬼って首が飛ぶのか。いや、飛ばんだろ。きっと不死身なんだよ。そういう問題じゃないだろう。気をつけて、襲ってくれよ。何何？どんな戦いがあるの、これ。お兄ちゃん、気をつけて。どんな攻撃をしてくるかわからないよ。まずは避けて攻撃を見切って。ああ、やっぱそういう感じのやつ？やっぱ俺がやるやなあかんやつ？それ前回の話でもやったね。なんで俺任せにするかね。ね、てるくん。十字キーのやつかな？来たー！よし！いや、ちょっと、二段攻撃。まさかの胴体と頭で二段攻撃や、お前。怖っ。胴体容疑でも頭が襲ってくる感じか。おいっす、おいっす。やばい、頭と胴体が同時に襲ってくる。思ったより手強いぞ。お兄ちゃん、どうした？まずは胴体を倒して、私たちの赤い糸を実体化させて胴体を絞っちゃおう。ルナ、わかった。おお、またこのパターンじゃ。マークが表示されたら攻撃チャンスってことやったな。十字キーで避けるやつも出てくるよな、確か。よっしゃ、来い。これ避けて右、よし。チャンスが来たらクリックして、よっ、来た。よっしゃー。おー、ロリコンにはたまらない感じの胸のシーンですね。うん、でも俺おっぱい大きい方が好きなんだ、ごめんな。グエールナ、しまっちゃおう、お兄ちゃん。ああ、私の体が。よし、あとはあの頭だけだ。くずー、よかった。この混乱に乗じて、ルナちゃんがお兄ちゃんのことを縛らんかって。いや、ルナ、違うよ。よかった。よし、次じゃ。危ない、ちょっと近いな。なんか先より早く近づいてきたか。アタック、よっしゃー、くらえ、グエー、よっしゃー。どうや、やった、倒したぞ。ねえお兄ちゃん。なんだルナ。そのこの子、そんなに悪い子じゃないんだよ。はっ、ハンマーで殴っておいて。殴らせておいてかって話や。うん、違うの、実はね。ああ、いつの間にか吸血鬼になっとったっていう、そういう悲しい女の子って話よな。それじゃあ、もともとはそんなに悪い吸血鬼じゃ仲いないのか。そうなの、お兄ちゃん、どうにかならない？そうだな、何か血の代わりになるものを用意するとか。定番といえばトマトジュースやけどさ、そんなんはドラマの世界やけんさ、本当にそうなんか微妙なとこやな。血、赤血球か。赤血球でどんな味がするんだろう。蚊に聞いてもいいかわからんな。トマトジュースとかじゃ代用できないかな。ベタやな、やっぱベタやな。やっぱベタにトマトジュース出てくるんやな。赤なら赤色なら何でもいいわけじゃないだろう。あ、起きてよ、殴れ。あ、ニーナちゃん、気がついた。どうした、なんかちょっと様子が変だな。傷が治ってる、やっぱり不死身なんだな。あのね、ニーナちゃんが悪い子じゃないのは分かったから、どうにか人を殺さずにやっていけないのかなってお兄ちゃんと考えてたの。はあ、そう言われても。あ、え、てる、首にちょっと血がついてるよ。ああ、これか。あ、ほんまや、ちょっと切っとったんやな。
さっきの戦いでちょっと聞いてみたいだ。いやちょっとちょっと食欲に駆られているような顔してるんじゃないよお前ちょっと舐めるくらいならいいよ。本当？それじゃあ出演するにゃん。うわあペラ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 。ああこれルナちゃんの目の前でやった。ルナちゃんの目の前でやっちゃったらどうなるかな。うまいか。ニナ、我慢しすぎて血を一度に大量に吸うから相手が死ぬんじゃないか。たまに少しずつでも血が飲めれば、人が死ぬほど飲まなくても我慢できるんじゃないか。なるほど、そうかも。俺たちも協力するから、もう人を襲うなよ。ありがとう、テル。それそうなる、そりゃそうなるわもうフラグを立てちゃったね。もうルナちゃんからの制裁のフラグを立てちゃったね、テル君。まあ俺はシーラね、俺は別にシーラね。なんかイライラする。まあなんでその女がお兄ちゃんの血を舐めてるの。うらやましい。お兄ちゃんの血、私も飲みたくなっちゃったにゃ。なんで？そっちもモザイクかけるか。どんな顔してるんだ。ゆりさんですらまだモザイクかけられてないってことはそれ以上なのか。あと直近直近はもう前回のパートで卒業しろお前。前回の第4話で。いいの？やめてくれー。テル、助けに来てくれてありがとう。ユリさん、ルナを守ろうとしてくれたんだってね。ああありがとう。ユリさん、わあやったじゃん、ユリさん。好感度アップじゃん。わあこれ、二人が結婚する日も近いじゃないの。もしかして第8話ぐらいに式あげるんじゃないの。年の子さん、こんなぞ。別にいいのよ。ギャー、テルギャー。わ、ウェディングドレス姿が見えるんじゃないかな。近いうちにユリさんのウェディングドレス姿が見えるんじゃないかな。テルのうち、美味しかったにゃ、ね、また舐めさせてね。テヘペロ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 。あ、お店に来れば血を分けてやるから、もう人を襲うなよ。いやその時龍河さんに見つかってえっ、ってなってさ、あの汗かいて顔が出てくるんだろうなって思うわ俺。うん、ありがとうテル。ニーナ、僕の血だったらいつも分けてあげるからね。遠慮しないでいてくれよね。ありがとう。でも自分の体を大切にしてにゃ。失敗してもらっちゃった。すごいスルースキルだ。さすがアイドル。俺も見習わなければ。やるの。結局スマホ買えなかったな。ルナ、そんなにスマホが欲しいなら俺のをやるよ。え、でもそれじゃあお兄ちゃんとメッセージができないじゃん。大丈夫だよ。俺は店から支給されたスマホがあるから個人用のは使ってなかったんだよ。そうなの？ああでもてるくんって友達あんまいなさそうなイメージだからな。この暗い感じよう鈴木に恋を求めとったなっていう感じではある。ちょ、早く行ってよ。家に帰ったらあげるから大事に使うんだぞ。お兄ちゃん、大好き。じゃあ、帰ろ。はーい。一件落着ですね。テル、なんか、ライバルが増えちゃった気がするわ。でも、負けないんだから。何の張り合いだよ、今。
おお、今回も終わった。今回も終わってしもた。けどよかった。今回も誰も死なずに済んでよかったな。結構どうにかなれよ感じになってきた。スマホを手に入れたらどう使うのだろうか。ちょっといかんような使い方してるんだよね。もしかしてさ、有料サイトとかにどっぷりハマったりせんだろうな。大丈夫かね。請求58万とか来ないかな。この顔である。ニーヤちゃんもなんか後日まだできそうな感じがするな。待って、お嬢ギリだって、ボイスお嬢ギリだって、まさか、あれ？お嬢切りだって方さ、確かは、俺の覚えとる限りじゃ、キラ先輩の声もやいよってような気がするんやけどさ。あ、全然違うキラのやいよんか、これ。この人別に出さんでもいいと思うんやけど。はぁ、あ。何にせも今回もよかった。あ、色欲さ、結構逆路線に入ってきとうけんさ。怖いって思うよりもさ、なんじゃこれって突っ込みたくなるところが多くて面白いよな。けどそろそろもう一回ぐらいさ、俺の個人的なご要望としては、ガチなシリウス、シリウスってなんやねん。神かよ。天使かよ。シリアス、ガチなシリアス入れてきてくれてもいいような気がするよな。もう一回シリアスな失脚みたいな。後日。どうした？おい、どうした？あ、店か。出る。おう、何？はい。何でしょう？お前、なんで電話に出ないんだよ。お客さんからクレーム入ったぞ。え？でもスマホ鳴ってませんよ。ん？あれ？充電が切れてる。出る。ホストはお客さんとのコミュニケーションが大事なんだぞ。ちゃんと充電しておけよ。はい、すいませんでした。おかしいな、充電したはずなんだけど。さて、充電できたかな？ん？え？ルナから電話だわ、いいけどさ、着信音。着信ボイス、なんなそれ。シスコンにも程があるぞ、お前。それを真顔で画面見てんじゃないわ、お前。ルナから電話だ。いやあ、え、99,999件だと。嘘だろ、カウントしてる。どういうことだ。まさかルナが電池を消耗させたのか。一体何が目的なんだ。サムネが変わるほどに、サムネが変わるほどに。ホラーじゃ、この着信ポイズ。逆にホラーじゃ、こうなってきたら。わあ、この着信ポイズ俺も欲しいな。もういいわ。もういいわ。とうとう通話ボタン押したね。ルナ？マシマシ？ルナ、どうしたんだ？ねえ、お兄ちゃん。これからは赤い糸電話だけあればいいよね。スマホなんていらないよね。
赤い糸電話で私だけ話せればいいよね。ね、そうでしょ、お兄ちゃん。私ね、お兄ちゃんのすぐ後ろにいるの。ああ、ルナ！